2015年6月10日、韓国オーマイニュースによると、韓国ソウルのソンギュンガン大学に留学中の女子学生2人が、授業中にマスクを使用したとの理由で、教室から追い出されていたことが分かった。女子学生2人は、8日、韓国で感染が拡大している MERS 対策として、授業にマスクを使用していたところ、教授にマスクを外すよう指示された。2人がそれを拒むと、教室から追い出されたという。2人は大学側に訴えたが、授業中にマスクを使用するのは失礼だと考える教授もいる。マスクをしたままプレゼンテーションができないのなら、卒業もできないとの回答が返ってきた。2人は、どこにでも痰を吐く韓国人の悪い習慣は MERS 感染拡大につながる。安全のためにマスクを使用し続けると述べている。香港メディアなどから批判が相次ぐと、教授は、過去に SARS が大流行した香港から来たため、MERS により鋭く反応するという点を理解できなかったと謝罪。大学側も、MERS 拡大のために、早期帰国する学生らが不利益を被らないよう対応すると明らかにした。これについて、韓国のネットユーザーは、以下のようなコメントを寄せている。どこにでも唾を吐くと、中国人に指摘される日が来るとは思わなかった。学校側が休校にしないのなら、ちゃんと通って卒業するべきでしょ。なんで大学側が配慮してあげる必要がある。早期帰国するのは、本当に MERS が理由なのか。これを機に、香港人の入国を禁止しよう。必ずしも、教授だけが悪いとは言えない。考えの違いでしょ。ことが大きくなる前にしっかりと話し合うべきだった。学生らはともかく、教師のレベルがひどすぎる。マスクをした方が衛生的で良いのに、なんで追い出すの。韓国人の国民性が笑える。韓国人学生もみんなマスクをしている。教師はニュースを見ていないの。こんな非常識な人がどうして教授になれるのか。咳が出ているのにマスクをせず授業に出席し、周りに唾を飛ばす人の方が問題だ。